はいどうも、アバンティーズの釣り目とリコです。リコさん、はい、以前空耳を使ってピザとかいろんなものを注文した動画覚えてますか？はい。今日はですね、サイドメニューのベン&ジュリーズファンキーモンキー加藤でお願いします。ファンキーモンキーで。あ、日常生活の中に空耳を入れたら違和感なく使えるのかっていうのを、ね、あーなるほどね、検証したいかなと思います。初めて見る方もいると思うので、うん、空耳の意味を説明したいと思います。空耳っていうのは本来の意味とは別の意味に聞こえる言葉を当てはめる言葉遊びの一種らしいんですよ。うん、なるほど。じゃあということで例えを出しますね。はい、本人にちょっと確かめてみようかな。はい、りっくん、今から寿司ラーメンって言わないけど寿司ラーメンって聞こえる言葉を言うから。寿司ラーメンって聞こえるんですよね。そう、寿司ラーメンって聞こえる。うちラーメン。いてぇ、こういうのがあの空耳ですね。それではご覧になってください、どうぞ。うわ、お母さんめっちゃ怒ってる。あんたいつまで寝てるの、勃起なさい。私なんてこの1ヶ月間残業残業で半ペンなんだから。もう午後の2時よ、朝まで何してたの。納豆の行く説明をしなさい。もう勃起なさい、勃起。オッケー。痛っ。いけるいける、来い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 。ペンシン、うーわー、マジかよー。ペンシン、またもうハゲガチ外れたわー。ペンシン。つゆめ、さっきから何の勉強してんの？え？あーっと、英語の発音練習。いつになったらモンハゲ大魔王は当たるんだよ。ザ・バーン、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 ザ・バーン。